日本とアメリカ両国国会議員による日米議会政治評議会主催の東京シンポジウムが11月13日から開幕。13日夜、都内のホテルでは華やかに歓迎式典が行われた。このシンポジウムは両国間にある農産物自由化や貿易の不均衡問題などについて両国国会議員が率直に意見を交換しようというもので、今回が初めて。アメリカの議員は旅の疲れも見せず楽しいひとときを過ごした。これに先立つ10月初旬、アメリカはクレプス商務長官ら官民一体からなる輸出開発使節団を日本に派遣。もっとアメリカ製品を輸入し、日米貿易不均衡を是正するよう訴えて回った。14日から本格的に始まったシンポジウム。全体会議には福田首相も出席。日米関係は戦前戦後を通じて一番安定している。これからも二国間だけでなく、世界のための関係を話し合ってほしいと述べた。国会衆議院では農業、エネルギー、貿易などの各分科会に分かれて、自民党議員とアメリカ下院議員がそれぞれ意見を交換。貿易問題では不均衡が是正されない限り、保護貿易的な法案がアメリカ議会で提出されるだろうと強い不満を示した。また外交軍事分科会では、日米間の防衛協力問題を中心に突っ込んだ討議が行われた。席上アメリカ側は日本の防衛分担を強く求めたが、日本は GNP 世界第2位でも1人当たりの国民所得は16位で、現在でも国民は重い負担をしていると反論。日米間に困難な問題が山積するだけに、今後とも十分な話し合いが望まれている。